はい、こんにちは。久しぶりの中学入試問題なんですが、まあ、例によって長中です。で、問題は何かっていうと、掛け算のペアが999個ありますと。どういうペアかっていうと、左の数字が1、2、3、4と増えていって、で、右側の数字は1998から1個ずつ減っていく掛け算のペアだと。で、そのうち12の倍数が何個あるかっていう話なんですが、まあ、一番単純に片っぽが12の倍数だったら、それは当然12の倍数です。掛け算なんで。なんで、左の数が12の倍数で言うなら、12かける、合計1998になるんだから、1987。左の数字が12の倍数ってのは当然、これが最初で、12個ごとに当然現れると。で、じゃあ右の数字が12の倍数ももちろん OK と。そういうので言うと、これで近いので言うなら、なんだろう、下2桁が4の倍数。下2桁が4の倍数だけど、これは合計が違うんで、その1個手前、下2桁が4の倍数。で、こうだと、下2桁4の倍数で3の倍数だから、こういうのが、こっち単独で12の倍数。で、こういうのも当然12個ごとに現れると。で、あとは考えられるのは、片っぽが3の倍数で、相手が4の倍数。3の倍数と4の倍数。もちろん、これ4って意味じゃなくて、3の倍数と4の倍数。っていうパターンと、もちろんその逆。で、あとは2の倍数かけ3、6の倍数っていうのも考えられますが、ただこれはないですね。っていうのは、これ合計が足したら1999っていう奇数になるようなペアなんで全部。2の倍数は偶数。6の倍数も当然偶数。偶数足す偶数は偶数なんで、1999奇数にならないんで、こういうのはありえないと。じゃあ、3の倍数かけ4の倍数ってのはどうかっていうと、まあ、ここにある3の倍数かけ4の倍数。なんで、3と1996っていうのも OK で、で、こういうのは、やはり、上が3の倍数だから、上は3個ごと。で、下は4の倍数だから4個ごと。なんで、こういう上が3の倍数、下が4の倍数っていうのは、やはり12個ごとに登場すると。で、その逆。4の倍数と、隣の実はうまくいってるかな。4の倍数とこれ合計3の倍数だ。これ3の倍数。そうするとこれも一つペアとしてあって、で、やはりこういうのも上が4つずつ下が3つずつなんで、12個ごとに現れると。で、しかもこれらは重複することはない。全部12周期なんで、途中で重複しちゃうってこともありえない。ってことは、最初の12個のペア、組で何個あるかっていうと、12の倍数がここに1個。下で1個。で、こういうペアとして、ある、2個あるんで、1つの12周期の中に、4つ12の倍数あります。じゃあ、全部で999なんだから、割る12してあげて、8、96、39だから、36で、あまりさんと。だから、83組あって、で、あまりさんっていうのはこの場合のあまりさんはこっちから1、2、3がちょうどこれが、こういうパターンが最後1個あるんで、結局、1周期に4つ。で、83組。と、あと、1個余ってる。3個のうち1個が該当するんで、足す1と。で、これが333個になります。ということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。